こんにちは、日本語クラスです。 N2 語彙、今日の問題はこれです。友人と雑談する。はい、雑談の意味は何ですか？はい、知ってますか？雑談の意味は一つですよ。どれですか？ A. おしゃべり、 B. 喧嘩、 C. 相談、 D. 約束。はい、雑談する。はい、友人は意味は何ですか？漢字を見ると分かりますね。友達の友、そして人ですから、そうです、友達です。友達でいいんです。友人と何する？はい、じゃあ答えを見せます。答えは、雑談の答えはこれです。おしゃべり。はい、おしゃべり、意味は話すことです。おしゃべりすると言います。おしゃべりする、運動する、勉強する、です。これです。そう、すると一緒に使います。で、おしゃべりは名詞です。名詞です。で、しゃべりますという動詞もあります。おー、さよならですね。しゃべります、これで一つの話すの意味です。はい、でも日本人よくおしゃべりするで使います。はい、これ話すこと、意味は話すことですが、大事じゃないことを話すことです。チャットです。チャット、楽しい話をする。はい、学校の先生が学生に話します。学生に勉強を教えます。これも話しますですが、これはおしゃべりしますじゃないです。違います。はい、おしゃべりは先生が話しています。でも学生と学生がゲームの話をしています。楽しいですね。あのゲームさ、なんとかなんとか楽しいよねって、まだやったことないよ、話しています。これがおしゃべりです。カチャカチャ。はい、これは楽しい話ですが、絶対にしなければいけない大事な話じゃないですね。だからこれはおしゃべりです。はい、ですから先生が学生によく言います。はい、そこの2人、おしゃべりやめてください。おしゃべりは休み時間にしてください。今は聞いて、静かに、ね、先生が話すのを聞いてください。これです。はい、ですからおしゃべりでした。おしゃべりね、可愛いですよね。ちょっとね、音が可愛いと思います。おしゃべり、おしゃべりね。はい、で、雑談もそうです。同じです。雑談、はい、雑はこれ雑誌の雑ですね。同じで、談というのはこれ話しますという意味です。はい、ですから、まあ簡単に言うと、まあ大事じゃない楽しい話をするということです。で、これ、上からいくと、喧嘩じゃありません。喧嘩はプププですね。違います。で、これ相談、あ、この談、雑談の談と同じです。はい、そうです。これはそうなんです。談は話しますの意味と言いました、私。そうだから話すことです。でもこの、そう、話すことだけど、おしゃべりとは違います。相談は何か自分が困っていますとか、何か知りたいです。それを人に話して答えを探します。どうしよう、解決、ソリューションを探します。それが相談です。相談する、これも相談するですね。運動する、勉強する、相談する、おしゃべりする、同じです。使い方は同じ。する、相談、例えば、皆さんが、そうですね、仕事を探しています。仕事を、大学卒業しました。それでその後どういう仕事をしたらいいか、どこに、どこがいい会社かな、ね、で、よく大学だと会社を紹介してくれるとか、卒業してから何をしたらいいですとか、説明をしてくれるこう人がいます。大学だとね、就職センターっていうんですけど、就職センター、仕事をこう
仕事について話してくれる、仕事についてこちら困ってることを話して一緒に考えてくれる人います。はい、そこに行って、すいません大学あとそろそろ卒業するんですけど、卒業したら、何をすればいいかまだ考えてます、何かいいアドバイスもらえませんか、聞く、これ相談します。あ、そうですか。大学で何の勉強しましたか、どういう仕事したいですかと、どうやなどんどこで働きたいですか、場所はとかね、東京ですか、北海道ですか、例えばこれです、これ話しますが相談です。はい、相談するですね。じゃあ約束、約束違います。約束は N さんの漢字ですね、とっても大事ですね。まあきっと皆さん分かりますね、これはね。はい、このように、雑談はおしゃべりでした、話すことでした。かわいい日本語だと思います。ぜひ皆さんも使ってください。おしゃべり楽しいですね。はい、このようにおしゃべりをしながら、おしゃべりしながら、私は学生さんと Zoom で勉強してます。 Zoom を使って、はい、 YouTube じゃなくて、はい、 Zoom では語彙ではなくて、読解を勉強してます。はい、N2 の読解勉強してます。皆さんも JLPT のために N2 の読解勉強していますね。一人で大変な人、ぜひ私と一緒におしゃべりしながら N2 の読解勉強しましょう、ね、ぜひぜひ、楽しいですよ。N2 の読解時間は、 Zoom の時間は毎週土曜日、18時からと毎週月曜日の9時からです。これ日本時間です。はい、もし時間が大丈夫な人、会う人はぜひぜひ来てください。で、この2つの時間に合わない、ダメだ、仕事だ、忙しいという人は、ビデオレッスンに入ってください。はい、ビデオレッスンでも同じように読解が勉強できます。はい、たくさんの方から私毎日連絡をもらいます。Zoom レッスン行きたいんだけど時間が合いません、どうすればいいですか、残念ですがすみませんが、その人はビデオレッスン入ってください。はい、ビデオレッスンはいつでも見られます。いいですね、うん、忙しい人もいつでも時間、自分の時間の時、ある時見られる、そして何回でも見られますね。はい、ビデオレッスンは JLPT が終わる次の日まで見られます。何回でも繰り返して見て勉強してください。はい、そして本を買わなくていいです。はい、ビデオレッスン入った人は私が問題を Google ドライブを使って問題を見せます。だから本を買わなくて大丈夫です。はい、ぜひぜひ、入って、どうやって勉強すればいいか勉強してください、知ってください、それを。はい、やっぱり勉強方法あります、正しい方法ありますので、それを説明してます。説明してるのこの中文のやり方のこちらのビデオでまず説明してますから、まずこれ入るのがいいと思います。これ入って勉強の方法、そして合格の方法、これは試験の時に何すればいいかというのを話してます。はい、試験の時間短いです。何を何分でやればいいか、はい、説明してます。そして試験までの時間、皆さんはあと2ヶ月しかないです。2ヶ月何を勉強すればいいですか、大事ですよ。違う勉強をしていたら意味がないです。その勉強の仕方はあんまり意味がないですよ、そういうこと多いんです、学生さん。はい、ですので、それこの中文のビデオのこのコース見るとよくわかりますので、まずこれがいいと思います。で、これで、ああわかった、勉強の仕方わかった、ああこれすればいいんだわかった、で中文の勉強もわかりますから、でその後長文見たり短文見たりしていいと思いますよ、ね、ぜひぜひZoom 来られない人はまずこのビデオレッスンぜひ入ってください。はい、今までもこれ入ってで、これ全部入って合格しましたという人たくさんいらっしゃいます。
はい、ぜひ皆さんの勉強に使ってください。そのために作りました。はい、このようにズームレッスンもあるしビデオレッスンもありますから、どちらか好きな方を使ってください。そして人によってはどちらも入ってる人もいます。2つ入ってる。はい、勉強一生懸命してますね。はい、ズームレッスンは3つあります。ズームレッスン3つ、この N2 のリーディング、 N1 のリーディング、そしてビジネス日本語、ズームしてます。そしてビデオレッスンは2つ、このリーディング2つです。 N1、N2 ですね。はい、ぜひぜひ、入って勉強に使ってください。はい、この N2 のリーディング入りながら、この ビジネス日本語のズームにも入ってる人もいます。2つ入ってますよって人とても多いです。この実は N1 入りながらビジネス日本語入ってる人もいますので、はい、多い人だと3つ入ってる。例えばビジネス日本語ズーム、 N2 の読解ズーム、そしてビデオレッスンも入ってる、全部見てるって人もいます。本当に一生懸命勉強してますね。はい、ぜひぜひ皆さんも入って自分の勉強に使ってほしいです。やっぱりこうズームで私は毎週話しているので、その学生さんたち毎週会ってるから、会ってる人はやっぱり分かります。あ、本当に日本語上手になってるし、読めるようになってる、前より。そうそう、ですし、ビデオレッスンの人も合格しましたっていうのをたくさん連絡もらってます後から。うん、本当に嬉しいです。ぜひ本当に皆さんの勉強に使ってくださいね。そして、Zoom 入る人は6月から入れます。はい、5月の申し込みはすみません、終わりました。はい、ですから次は6月から急ぎましょう。6月から入りたい人は、ぜひ5月15日までに申し込みをしてください。はい、待ってます。これより後だと Zoom レッスンはもう入れません。はい、ビデオレッスンはこれより後でも入れますが、ビデオレッスンは早く見て、もうあと2ヶ月しかないですから、早く見てもう自分の勉強にどんどん使わないと間に合いませんよ。急いでください。はい、ではビデオレッスンじゃなくてズームレッスン、すいません、ズームレッスンもビデオレッスンも、高校から申し込みできます。はい、ブッキングできます。mosh.com のこのリンク、このリンクから申し込みます。これリンク下にあります。今日の、ビデオの下、ディスクリプションとメッセージのとこにありますから、申し込んでください。急いでください。早くしないと申し込み終わります。はい、待ってますよ、急いで。ではこういう連絡 Twitter からもしています。learningjapanese@日本語クラス探してください。私の Twitter です。YouTube の情報インフォメーションも、そうです、早く連絡します。こういうビデオアップしますよ、アップロードしますよとか、あと新しいコース作りますよとか、あとこれから漢字の、Twitter で勉強できる漢字も作っていきたいと思っていますので、今準備中です。ぜひ Twitter フォローするといいと思います。はい、Twitter 作ってない人、アカウント簡単に作れますから、ぜひぜひ作ってくださいね。はい、じゃあ皆さん読解も語彙も、ぜひ皆さん一緒に勉強しましょう。そして文法も今度、YouTube でも勉強しますので、ぜひビデオ見てください。はい、じゃあまた勉強しましょう。ありがとうございます。